地下鉄の第5駅から歩くと15分か20分って言われたんですが、とりあえずここまではもう10分もかからず、届きも着きました。雨降ってきました。まさか雨降ると思いませんでした。いや結構降ってきました。ここだけでも無効されてるのにな。桜は三分咲き五分咲きでしょうか。まあこの雨このままで収まってくれればいいんですが、日も差しているところもあるんですが雲が厚いです。ああ向こうはかなり咲いてます。配管料1500円、やはり高い。はい、すいません、一人です。はい、じゃないんです。あっちは神大悟山です。山は行けないです。あ、行けない、はい、ここで終わり。え、ここと蓮岡とガランです。はい、どうも。はい、どうも。はい、はい、あ、いえ、ごめんなさい。いや、ここの桜は結構咲いてます。三宝院というところです。醍醐寺の中核となる建物だそうです。そこの庭園の桜、雨が止んで急に晴れてきました。一気に空が青くなり桜が映えます。明るい。ものすごい多くの人が写真を撮ってます。